一応ここの市場まだやってるんですね。まあ閉まってる店も結構あるけど、開いてる店もありますね。我看还没决定。没生意，都外面都不到了。你需要买什么？需要买什么？还没决定，我看。你的手表啊、包包都在里面，你外面看不到的。啊，我知道，哦。你需要买点什么？没关系的。我现在还没决定。这么生意不好，你看都空的。对。你要买什么东西？我们店里有。是吗？是。你要买什么？大部分的。店已经关掉了。好吧。不要了不要了。你在干嘛？不能摄像。是吗？这边不能摄像。没关系。你要买什么今天？还没决定。还没决定啊？卡邦裤子。不要了不要了。你是哪里的？日本的。是的。是的。卡邦呢？衣服，不要了。那你好些，裤子好了。不要了。裤子。这里人很小。Only look。不要了。裤子見て。すごいなこれ。やっぱり人が全然いないですね。不能摄像，在这边。朋友，你要买什么？这么着急？你不用来。我想买电脑。电脑。电脑。对。我有。家里没有电脑是吧？你别设像，不能设。设了，等我设总部会叫你删掉去。真的，那这电脑在这里。没事。いやーこれ本当なんかおばちゃんずっとついてこるな。不要。ちょっと行きの方行こう。我先吃饭。まあ市場一応やってますねこれ本当。不要了。ちょっとこれまた来よう。今度ですね、このちょっと市場の撮影来ようと思ってるんで、今日はちょっと下見に来ました。没关系。我自己吃饭。あのおばちゃん本当うるさいな。今度ですね、ちょっと買い物に来て値切るところを撮影したいと思います。まあ、市場やってるかどうかですね、確認に来たんですけど、まあやってますね。ただまあほとんどの店舗がもう閉じてますね。そりゃ客来ないですよね。今旅行者とかいないですもんね。
ちょっとこの科学技術館のここは駅ですね。2号線の駅ですね。なんかこの近く川があって、あっちかな、ちょっと行ってみよう。なんかこの辺に日本人学校があって、日本人が多く住んでる場所が確かあったと思うんですよね。ちょっと私ちょっとこの話ちょっと今喋りが変になってるかもわかんないですけど、ラジオ聞きながらですね撮影してます。ラジオというかツイッターのあれスペースですか、聞きながらちょっと歩いてるんで。いやーでもあの市場のおばちゃんめっちゃしつこいなあれ店入った買わないと出れなくなるんでまあ今度でも撮影に来るときはなんか買おうかなと思ってますけどね、そのために来るんで。こっちは公園なんかな。方向的にはこっちですかね、右の方ですかね。だけど右の方に行く道がないですよね、これ。こっち行くとダメかな。あれ、あそこ行けんのかな。ここなんなんですか。道か。行けるのかな。ただあそこで前に買ったあのカバンですね、速攻で壊れたんですよね。でタオバオで買った方が安くて品質良かったっていう、まあたまたまかもわかんないですけど。あれこっち行けないですね、向こうに。あそこから降りれんのかな。
そっちに降りないといけない。回っていくしかないですね。これが科学技術館ですか。この中抜けていけるんですかね。いけなさそうですね。すごいでかい建物ですねこれ。ただまあこの辺景色的には特に面白みはないですね。新しくて綺麗ですけど。
かすごい遠回りした感じですね。あそこの橋で向こう渡れるのかな。多分ここですね。なんか日本人が結構住んでるマンションがあって、お店とかも固まってるところ。これでもどうやってみんな地下鉄まで行ってるんですかね。多分この橋渡ったら向こうに行けると思うんですよね。川があって、地下に店があるんですかね、これ。ちょっと見てみましょう。ここは2回ぐらいしかまだ来たことないですね。これ日本料理屋。こっちはお好み焼き屋ですか。この地下結構広いんですかね。焼肉屋もありますね。ラーメン屋。この地下全部、この上店で全部地下でつながってるみたいですね。相当長いですね。ここジムですね。
めっちゃ長いですね、ここ。まだ繋がってる。本当道の端まで地下であるんですね。いやー、さっき地下鉄のところでいたら警察官に言われましたね。公安の人に身分証明書出しなさいって。パスポート出したら、あの、中身見ずにパスポートって分かった瞬間、あ、もう OK って言われましたね。今まで何回も言われました。まあでもパスポート持っててよかったです。年末年始ずっとパスポートなかったんで作るのに大変でしたけどね。あ、ここがこの道の一番端ですね。マクドナルドがあって、こっちが確かあれ正規公園でしたっけ。なんか公園ですよね、この正面が。ここがこの道の最初ですよね。ちょっと上から戻ってみましょう。この辺本当来ることないんで2回目ぐらいですかね。前に何回か来ましたけど、向こうから行こうか、どうせだったら。ここはケーキ屋ですか、これ。パン屋さん。これめっちゃ安いですね、これ。18元って。なんでこんな安いんですかね。朝ごはんだから。ここは昼でもやってんのか。ちょっとこれ食べてみようかな。女王なんとかって書いてある。ちょっと安かったんで珍しくケーキを食べてみます。いやー、なんかケーキ食べてしまいました。焼肉酒場恵比寿。こっちがあの科学技術館ですね。なんかこの辺落ち着いてすごい優雅な雰囲気ですね。平和ですね。これはエステですか。
今もちょっと YouTube で音声聞きながら歩いてます。これはスーパーですか。ベトナム料理。ここにもカフェというかベーカリーですね。ありますね。確かなんかこの辺か向こうの方に日本人学校があったような気がしますね。ちょっとぐるっと回って駅に行ってみましょう。マルシェってこれ日本人向けのスーパーですね。カタカナで書いてますからね、マルシェって。こっちは中華料理屋。ああ、その向こう米田コーヒーもあるんですね。あれですね、なんかグーベイよりもこっちの方が日本人街っぽいですね。綺麗ですし、新しいから。こっちから駅行けるんですかね。日本人学校向こうから。あそこは上海中心、ルージャー隅ですね。
この中突き抜けていけそうな感じですね。でもこの中でも入れるんかな。为什么外面的？拍什么东西？我们这建筑不能随便拍的。啊？我们建筑不能随便拍的。是吗？嗯。啊，那。なんかさっきここの科学技術館の人だっていう人が本当かどうかわかんないですけど、まあでもガードマンも来たからそうでしょうね。なんかこの動画撮ったらダメだって言われて、引き止められて、5分ぐらい話したんですけど、最終的にはなんか。お前は日本人かって言って、なんか最後は笑顔で、あ、まあまあ別に問題ないよって言われたんですけど、なんで止められたんですかね。でもこんな建物別に外から撮るの問題ないでしょっていうか、これ中もみんな写真とか撮りまくってるでしょ。なんかよくわかんないですけど、何の目的で撮影してるんだっていうか、いや自分で中国の建築に興味があっていろんな建物を撮ってるって言ったんですけど一応ちょっと知り合いの上海人にもすぐ連絡してですね、電話で言ってもらおうかなと思ってたんですけど、その必要はなくなりました。勝手に中入って撮影してたらちょっとやばいですけど、外撮ってるだけなんで。なんか変な人と思われたんですかね。絶対この中とかもみんな撮影しまくってますからね。まあでもちょっと気をつけないといけないですね、そういう意味では。この道、あ、これ正規大道の道ですね。はあ、はあ、はあ、あれ正規大道ってでもこんな狭い道なんですかね。狭いっていうかこんな道なんですか。あそこで行き止まりになってんのかな。
これは正規広場っていう広場なんですね。でその下に科学技術館の駅があるんですね。からみたいな、なんか駅があるように見えないんですけど、完全に下にあるから。いやでもここの市場ちょっとなかなか苦しそうですね。人が来ないから。昔は外国人が結構来たんでしょうね、観光客とか。ここはケンタッキーか。もう地下全体はこう市場みたいになってますもんね、これ。こっちはパール市場。ああ、向こうがあれか。これでも。中入んの嫌やな。